別組織にして、これは資金力もいるからっていうことで、やろうとされている AI による国土形成の最適化。はいはい、ちょっと、はい。まあ、この言葉が大好きで、まあ、AI をどう使うかっていうことと、最適化。はい、うん。ね、やっぱり最適化を図らないといけないものって多いじゃないですか。はいはい。で、なぜこの国土形成に目をつけたんですか？これも先ほどの水環境を形作っている国交省さんとか環境省の利水さんっていう行政のところに関わるところに近い事業ができるっていうところが大きくありまして、釣り地系もやってみると先ほど内水面って水産庁分野の、まあ、いろんな問題点とか仕組みとかその関わりみたいなことができたのと同じで、そこでお金が回って、っているようなところ、近いところじゃないとやっぱり見えないことがあるなと思ってまして、ただ、NPO みたいな、まあ、NPO というか完全ボランタリーな感じで、お金が回らない形でやるのは全然力もないですし、継続性というのも弱いので、そこをある程度やっぱりちゃんとお金が回るような部分で近いところでやりたいというのは元々のコンセプトであったんですね、企業自体の。これがじゃあ、現時点で目指す一つの頂点みたいな感じですか？そうですね、まさに。IT はなんとなくツールだから手段だろうなという気がしますけど。まあ、水かける IT みたいなのが一番最初のコンセプトで、まあ、なかなかうまくいかないところがあって。で、結局土木とか環境とかってリアルの扱うじゃないですか。そうですね。で、今まで IT っていうとそんなリアルのところに直接かからなかったんですけど、この AI っていう部分で、例えば画像認識で目で判断するという、今までにない領域が使えるようになって、このリアルの分野の一部をちょっと担えるようになったっていうところで、まあ非常に近いことができるようになってきたかなと思ったところは大きいですね。必ずしもお金が回るところだけじゃない。やっぱりお金が回るのは欲とか、必要性みたいなところでしかお金として価値換算がされないので、ただまあ、じゃあ、お金が回るところ以外は大事じゃないのかと言われると、単にお金として換算できないだけというのも結構あると思うんですよね。なので、まあ、そこら辺は、まあ、非効率だと非と言われるようなところあるかもしれないですけど、いや、大切だと思えるものは、ちゃんとお金回してやっていきたいなと、すごい思ってます。